取ってから本当左肩マジ痛かったんだよ俺今日。ちなみに今は今まだ、いやまだずっとズキーンしとるやんこれすぐ治るわけでもねえからさ大変だね。肩甲骨からずっと痛いのよ。じゃあ今回あれ、ほんであれから1回もオーブが取れんっていうのがすっげえショック。でも今日は本当俺こんなに肩が痛くて我慢できなかったの初めて。痛かったぞ、痛かった。今日シップ貼って寝ろ取れるんかなシップなんていうか余計な出費があるな、なんかドコンチールでも塗ったら寝てぐらい痛かった今日。でもなんていうの、治ってよかったとは思うわ、あの場所で。だってさ、本当にさ、あなたがあの場所で座り込んでさ、治ってねえって。違う、そうだけど、違う、あの場所で座り込んでさ、そのままなんかゴロンとなってさ、キレも失われてみや、俺どないすりゃええのってなるもん。救急車呼ばれてね。救急車呼ぶのか。熱中症ですかって。違います。ね、心霊現象で。いわゆる心霊現象。多分救急隊員の人にね、お前アホかパーンって殴れると思うの。一回聞こえて、信用するな、信用するはあなたたちの自由で、心霊現象って言ってへんやろ。信じなくていいから、とりあえず病院に運んで、その原因調べて、俺もわからんねんって言うしかないもん。病院に運んでなんかわかるんかなと思うけどな、俺。わからん。もうあの救急車で運ばれてるさなかで目覚めるかもしらんし。あ、治った、こうやって。そうそうそう。俺、ただの嫌がらせの救急車呼んどる人と同じになっちゃうやん。でもあなたぶっ倒れられたら俺そうするしかないもん。いや倒れることはないやろな、多分気を失うこともないけど、多分俺が気を失うぐらいまでいったら相当だろ。俺はもうダメだとか言ってうつ病みたいになれ、あ取り憑かれたぞってそうそうそう。ムイ君もあやべえ俺ももう人生終わりだつって取り憑かれのぬぬぬぬつられてるで終わりやぞ、人生終わりだわ。そうそう、いつも通りやろ。もう俺も金もねえし、毎度のことやろって言って。1年間ずっと聞いとるで。俺たちネガティブだから、ネガティブになってもしゃあねえな、普通に。多分取り付いた幽霊が、えって言うよね。そう、俺よりいいさとか言ってくれるやろな。で、弱らせるポイントがわからん。いや、こいつらを幸せにするべきかな。